皆さんこんにちは、焼き丸餅だよ。今日は若葉シューターでやっていくよ。まずは、スタート地点付近を塗ってエリアを広げていくよ。縄張りバトルの初動って難しいよね。おっと、右から来ているね。気づかないと思ったら大間違い。誰もそんなこと思ってないわよ。後ろからこっそり攻撃するよ。うまくいきすぎて自分が怖いぜ。味方さんもナイス。敵が3落ちしている間にここら辺も塗っておこう。ゴムを投げてっと。今から僕の無双の時間が始まるのだ。はっはっはー。そんなこと言ってすぐにやられるのがオチだぜ。手始めにこいつから倒してやるぜ。あれ、当たらない。もういい、別のやつを倒しに行こう。って嘘でも思ったか。早く降りてこい。早く倒したくてたん下手。そうですいません。やっぱりな、ウプ主が無双することなんてないんだぜ。また、味方さんナイス。ウプ主いらないんじゃない。そんなこと言わないでよ。今から活躍するから見てて。期待しないで待ってるわ。期待しないで待ってるんだぜ。ここに隠れていよう。敵だった、これなら倒せる。やられちゃってるじゃんか。もう無駄なことはせず、塗ることに専念した方がいいぜ。いいや、僕ならできる。もう一回、敵を倒しに行こう。はぁ、止めても無駄ね。そうだな、温かい目で見守ってやろうぜ。次の標的はあいつだ。もうすぐスペシャルも溜まるし、これであいつを倒してやろう。よし、使えた。よし、使えた。え？こんなことあるの？確かにインクアーマーの時はノックバックが発生するからありえない話ではないわね。それにしても無謀に横をすり抜けようとしたウプ主の下手さには驚いたぜ。今もカーリングボムラッシュの敵に向かっていってるのは無能としか言いようがないね。どうして、みんなして僕の傷口をえぐってくるんだ。ウプ主、みんなに迷惑かけてることがわかってないの。そうだぞ、ウプ主のせいで負けるかもしれないんだぞ。正論すぎて何も言い返せないよ。おとなしく、そこら辺を塗っておくよ。敵がいた、これは倒すしかない。さっき言ったこと覚えてないのかよ。ウプ主は一歩歩いただけで忘れるのよ。僕はニワトリイカかな。僕はニワトリイカかな。ニワトリイカではないと主張するウプ主ですが、こちらの比較動画をご覧ください。全く同じですね。でも2回目はやられなかったし。でも、同じ動きをしていますね。さっきやられたにもかかわらず。はい。私はニワトリイカでした。2発当たった。これなら倒せる。僕の方が有利だし強気で攻めよう。なんで負けるのよ。これは僕のせいじゃない。じゃあ誰のせいだって言うんだよ。武器の射程が短いのが悪いんだ。いや、その武器でも上手な人はいっぱいいるわ。それはただの言い訳よ。今日当たりが強くない。こんなバトルじゃ仕方ないんだぜ。そうだね、もっとしっかりしないとだね。とりあえず、あと数十秒頑張ってね。僕でもキルできた、やればできるんだ。ここで息を潜めて。味方のスペシャルに合わせて。やったー、もう1キルできたよ。やればできるじゃない。まだまだ上手とは言えないけど、よくやったな。これは負けてるね。もっと上手くなれるように頑張るよ。